ある日のユニットバス施工工事の話。うちの会社が施工したマンションのユニットバスで天井から水漏れがするという苦情を受けて直しに行くことになった。苦情を入れた住民の部屋のユニットバスを見ると、確かに天井から水漏れがしていて、その水漏れが滴っている天井の蓋がカビで黒ずんでいた。蓋を外してみると、排水管とコンクリートの微妙な隙間から水が漏れてきていることが分かった。マンションは前回水回りは同じ配置にされているから、上の階のユニットバスに何か問題があるのだと思い、上の住民に事情を説明して風呂場に入らせてもらった。家主が少し汚れていますけどと断りを入れるので、ああ掃除不足なのかと思って入ってみると、そこら中が水カビの侵食を受け、カビていない箇所を探すのが難しいほどだった。それはひどいものだった。数十年以上業者の手が入っていない状態なら、このレベルのものは確かにある。でもこのマンションは建てられてからまださほど時間が経っていない物件だった。それまでにいろいろな現場を見てきたが、数年でここまでひどい状態になっているものは見た記憶がなかった。わずかに水が腐ったような匂いまでしていて、プラスチックパーツの隙間を埋めているシリコン剤はカビに食われて真っ黒に変色していた。よっぽど不潔な家主なのかと思うと、汚いのは風呂場だけで、他は小綺麗でよく掃除もされているようだった。どこか気味が悪かったが、仕事なのだからと諦めて排水部分を確認してみると、一体型の床部分、強化プラスチックに亀裂が入ってしまっていることが分かった。強化プラスチックに亀裂が入ることなど、そうそうあることではないので目を疑ったが、もちろん現実。バスは床部分を合わせ全特化しなければならない状態だった。そこまでの状況を想定していなかったので、後日出直すことにして、上司にも状況を報告するためデジカメで写真を撮って部屋を後にした。社内で画像を見せて上司や先輩の何人かに確認してみたが、たった数年でここまでひどくなっているユニットバスを見た人間はやはりいないようだった。後日ユニットバスを解体してバス一体型の床部を持ち上げると、コンクリートとの間にあったものにまたも目を疑うことになった。そこにあったのはぐずぐずに崩れかけた出来損ないの人形のようなものだった。会社の先輩と自分の二人で来ていたが、二人ともそれを見て顔面蒼白。それは髪の毛の束を無理やり包帯で包んで人型にしたようなものだった。人形には茶色いゼリー状の物体がこびりついていて、体の中心部分には錆びた裁縫針が山ほど刺さっていた。どういう因果関係でユニットバスに影響を及ぼしているのかは分からなかったが、十中八九原因はこれなんじゃないかと思った。正直触れたくもなかった。しかしここで躊躇したらまたここに来る羽目になると思い、片付けることにした。仕方がないのでゴム手でひっつかんでポリ袋に入れ、汽車途中に適当なゴミ置き場に放置してきた。家主はあれの存在を知ってか知らずか、その後の素振りも全く普通。こちらにはそういった話はしてこなかったし、自分たちもあまり触れたくなかったので、気持ちの悪い人形の話はせずにそのまま施工を終えて帰った。その後マンションの管理会社に聞いた話によると、あまり詳しいことまでは教えてくれなかったが、
あの部屋の一家には家族が亡くなる不幸があったことが分かった。それがあの人形と関わりがあるのかは分からないが、そう考えずにはいられなかった。しかしそうだとしたら、一体誰があれを仕掛けたのか。あの手のユニットバスで人形を仕込むとなれば、業者の手を借りないと不可能なはずだった。だとしたら相当大掛かりな仕掛けだし、そんなことを請け負う業者があるとはとても思えなかった。謎だらけだし、どうにも気味の悪い体験だった。またあの家主から呼び出されたらどうしようかと思うと、落ち着かない気持ちになる。今のところ何もクレームがないので大丈夫だと思うんだが。